日本最大級の富裕層限定クラブゆかし、ゆかしへのご入会はこちらより大きい、より大きい。最も成功したヘッジファンドマネジャーの一人、と言われるスティーブ・コーエン氏の資金を運用するポイント72、アセットマネジメントは、アルゴリズムトレーディングの責任者に、ヘッジファンドの下出るでアルゴリズム執行を統括していたジェレル・ワッツ氏を採用したと、ブルームバーグが報じた事情に詳しい複数の関係者が明らかにしたもので、ポイント72と下出るの担当者は、この件に関してコメントを控えているワッツ氏はカリフォルニア工科大学でコンピューターサイエンスを学び、投資銀行やヘッジファンドなどで19年のキャリアを持つ下出るに8年勤務し、2016年に退職その前はメリル・リンチやリーマン・ブラザーズなどでのキャリアもあるフォーブスが発表したコーエン氏の資産総額は130億ドル、世界の長者番付で92位。ヘッジファンドマネジャーでは4位に入っている2013年にインサイダー取引に関与したとして、彼の設立したヘッジファンド、サックアドバイザーズは罰金と2年間の投資の禁止を命じる判決が下されたその際、コーエン氏自身はいかなる罪にも問われていないが、外部顧客の資金を運用することは2018年まで禁止され、現在は、自身の資産をファミリーオフィスで運用するのみの形をとっている表舞台からは退場したが、コーエン氏の投資に対、